どうも、遠藤です。前回言った通り、ドッグナイトで MP7 を使ってチームデスマッチをしていきます。まあ、このマップはね、結構まあ、ロングが多いというか、近距離でたあんま入り組んでないんでね、開けた場所が多くて、直線の長い通路がね、多いんで、まあ、スナイパーマップみたいな感じですね。で、MP7 みたいなサブマシンガンにはね、まあ、ひたすら相性が悪くてですね。しかもこっち側かよ。反対側とこっち側でだいぶね、雰囲気が違ってて、今私がいる陣営っていうのは本当にね、自軍側にしか入り組んだところがない。まあ、この辺しかないんだよね、もう。距離が近い場所。ここの、まあ、ここ出たところも結構離れてるし、結構ね、距離が遠くてきついんでね、まあ、このぐらいの距離で戦うしかないというか、もう危ない危ない危ない。まあそんな中でね、どう戦っていくかっていうのをね、動画にしようと思います。まあ負けるかもしんないけどね、まあ適当にやっていきましょう。おっと、もう、まあ一バレしてるんでね、しょうがないね。いやーこれなー、こう左から出ててもなんか、狙える敵がね、いないんだよね。もうこうやって突っ込むしかないんだけど、まああんな感じでね、上も見てるし、右からも見えるしでね、もう見られる箇所は多いわけです。なんでちょっと厳しいか。まあ、このぐらいだったらいいんだけど、このぐらいだったら全然いいんですよ。お？上、奥？上か？ボムか。さあどうしようかな。おっと、右か。まあ、入ってきてくれたら嬉しいね。この辺まで入ってきてくれたらね、MB7 の距離なんでやりやすいです。ここもう全然ダメ。おっと、目の前に敵がいるんで、サクッと。もうここもロング。きつい。距離がめっちゃきついんだよね。これもね、あの距離だとちょっと分が悪いんだよな。さあ、これをどう戦っていくかなんだけど。ほんと薄いとこをね、一点突破して、相手の敵陣深くに潜ったりしないときついかな。まあ、入ってきてくれるんだったらいいんだけどね。うわ、覗いてもダメだ。てな感じで、ちょっと、やっぱ押されてますね、こっち。いててて。ん？お、後ろか。後ろかい。振り向きヘッドショット決めていく。奥に。いや、これも遠い。遠い遠い遠い。遠いんで、威力減衰でダメージが与えられない。お、もう入ってくるでしょ。さあ、どうしよう。反対側行ってみようかな。左ちょっと薄いかな。まあまあなんで、ね、むちゃくちゃね、この辺で戦うっていうのもありなんだけど。まあできるのであれば一回突っ込んで相手のリスポーン近くで戦いたいね。わ、やられた。ヘッド抜かれてぐー。まずいな、今、キルレート1ぐらいな感じで。やってますけど。いや、もうほら、あの奥とか絶対狙えないから MP7 じゃ。あの上に座ってんのなんとかなんないかな。スナイパーの人がもしかしたらいないか。うわ、スナイパーか。きつい。入ってくるやつをね、倒すみたいな。おっと、ヘッド抜かれてしまうか。ちょっと威力が。よし、横から。まあ、結構やっぱね、突っ込んできてくれるんでね。3人抜きしてく。赤点が見える。赤点が見えるんで、まあ場所が分かってる分こっち有利か。奥にいる。あー出たよ、スナイパー。スナイパー倒してくれたね、味方の。ナイス。あ、いるね。ここすぐいるんじゃないか。左か？抜かれた。入ってくるだろ、すぐ。もう奥か。入った。あの奥狙えないんだよな。結構遠い。で、ちょっとずつなって、お、場所がバレた。うおー、ボムで死んでいく。まあ、きついっちゃきついけど、味方、おつかすげえ入られてんじゃん。もう一人いるでしょ。うわー、しくった。ちょっとクソエイムしてしまった。いや、ドッグナイトきついぜ。まあね、逆側だったらまだ MP7 でもね、なんとか。まあ、こっち側？右側から攻めたりできるんだけど。ちょっときついなぁ。あ、いるいる。やっぱいるか、そこ。
負けてしまった。ちょっとクリアリングがおろそかになってしまった。で、奥に赤点がいるんで、二人やっていく。まあ、この辺でやっぱ戦うのが楽っちゃ楽なんだけどね。ちょっと危ない危ない危ない。で、中にいるでしょ。やって、決め打ちするけど、いない。もう一人。行こう、一人やっていく。いいね。お、スモーク焚いてるし。もっと上か。よーし、スナイパーやった。まずい。弾が。リロードしてたよ。結構、やっぱ自陣入られてるんだよね。おっと。あ、入られてますね。もうガンガン入られてますね。つか、もう味方が展開していない。もう全然自軍にしかいない。リスポーン地点に固まってるな。おっとっと。もう一人、二人やって。まだいるでしょ。きっといる。いるねー。もう三人全員倒してくる。うわ、後ろから撃たれたぞ。で、どっから撃たれたのかよくわかんない。あーまあみんなもひよっちゃってね、前出てないですね。ここはちょっと私が突っ込んで、ラインを、みんなさんのラインと、ね、テンションを上げてあげたいが、もう突っ込むか？いや、どこから突っ込んだらいいか。敵がな、うわー、ああいうのきついんだよな。P7 で勝てる距離じゃな。おっと、危ね危ね危ね。よーし、スピードで勝っていく。まあ、この辺にいるってのもまあありかな。しょうがないね。うわぁ、やっぱき、あのね、ダメだね。バーストしないとダメだったね。フロートだと後半全然当たんなくなる。煙があるんで、もっとなぜかヘッドショット。あ、おぉ倒した。あの距離で。倒してくる。あー、入ってきたからですね。タイミングはちょっと悪いですね。あ、つってもあれか。ボロ負けってわけでもない。結構いい勝負してますね。遠い、遠い遠い。しかも後ろのスナイパー。常にあそこにスナイパーがいる。厳しいぞ、これは。もっと右の部屋入られてるか。よし。二人抜いてく。リロードして。奥にいる。よし、ここなんか入って。突っ込んで。おっと、いいね。来たぜ来たぜ、これだよ。こっから無双タイムで、おらおらおら、一人やって二人やって、そこにいいんだべ。おっと危ね、人が意外といなかった。ここで一人二人、あーダメだ、やられた。だいぶ前線上げれたんじゃないですか。おっと逆転、130対129。このまま押し切りたいとこだが、いたいたいた、ヘッド抜いて、ちょっと距離が遠いんで右から攻めていく。で、よし、二人抜いて、いいっすね。また上通って、降りて、で、スナイパー。スナイパーやって。あー、きついな。ちょっと見られすぎ。左から撃たれたか。お、入ってきてますね。お、味方がうまいことやってくれた。ちょっと遠い。遠いんで、逃げる。で、真ん中から敵を見て。あー、マジか。そっちか。もう40キル超えてるし。さてどうだ。そこ、右から行くか。爆弾食らっちゃった。おー、終わった。つく、勝ったし。勝ちましたね。まあ、ドッグナイトで MP7 使ったら、まあ、厳しいってことが、ちょっと、お分かりいただけたでしょうか。まあ、距離がやっぱ遠くてね、詰める方法もね、リスクを犯して詰めなきゃいけないんでね、もうなんとか突破できた時に一気に攻め込むしかない。ということで、今日は以上です。ありがとうございます。